断りは崩れそう。いまいましき封印が解かれる。そうだ、今こそ復讐の時だ。黒生命のやつ、どこへ逃げやがった。さらわれた八尾国が心配。ああ、あの手負いの体ではそう遠くへは行っていないと思うが、それに気になることもある。気になることですか、生命様。見てみろ、都の方。黒生命の呪術は阻止したが、未だ都を包む正気は消えていない。ちっ、まだ何も終わってないってことかよ。わからない。そのためにも黒生命を見つけねばな。生命、私、嫌な予感がする。まるで何かが喉元を這いずってゆっくりと締め上げていくような。カグラ、おい、早く黒生命の野郎を見つけて始末するぞ。はい、八尾国様も助けないとですね。まったく、さらわれたのが広政様だったらよかったのに。なんだとこの犬っから。だから琥珀は狐の式神です。二人とも今はそんなことしてる場合じゃないでしょ。カグラの言う通りだ。二人とも行くぞ。わ、待ってください、生命様。あ、言いやがったぜ。うん、大天狗よ、お前に聞きたいことがある。下がれ、広政。炎は燃える、ひたすら燃える。まだ諦めてねえのか、こいつは。来るよ、気をつけて、みんな。妙だな。どうかしたんですか、生命様。ああ、今のアッキども意志というものが感じられなかった。差し詰め、ただ恨みだけを抱いた魑魅魍魎の類といったところだ。嫌な予感がしやがるぜ。生命よ、ここは俺に任せてくれないか。何、あいつとは昔馴染みだ。悪いようにはしない。そうだな、お前に任せるとしよう。ありがとよ。カグラ、少し休んでいたらどうだ。カグラ様、顔色がすごく悪いですよ。大丈夫、本当に辛くなったら言うから。なんだろう、ますます嫌な予感が強くなっていく。こんな時、八尾国様がいたら居場所を占ってもらえるのですが。そうね、八尾国、大丈夫かな。はっ、あいつはああ見えて強いからな、心配すんなって。うん、でもやっぱり心配。大天狗なら何かを知っているかもしれないな。覚えてるか、大天狗。ずっと前にお前と花見をした時のことを、お前は俺がヤバセウマで優勝した祝いだって土産を持参してくれてよ。山で採れたブドウで作ったっていや、うまい酒を振る舞ってくれたっけな。生命様、大丈夫なんですかね。し、琥珀、黙って聞きなさい。うっ、うん、あの頃から俺はお前のことを、ま、良き友人だって思ってきた。今でも変わらずな。
黒清明様は負けたのだな。ああそうだ、逃げたあいつの行き先を探してる。ならば無駄なこと。知っていてもお前たちに教えるわけなどない。だと思ったぜ。その笛は。どれ、少し遊んでやろう。まだ持っていたのか。今じゃすっかり弓の方が得意になっちまったけどな。綺麗な音色、それに懐かしい調べ。変わらぬな、あの時のままだ。一つだけでいい。友のよしみで聞かせてくれないか。あの時お前が言っていた黒清明こそが救い主だって言葉の真意。本当にお前はあの頃からちっとも変わらんな。まっすぐなままだ。愚かしい。お前だってやっぱり変わっちゃいねえよ。聞きたいことがあるなら黒清明様に直接聞くがいい。それじゃあ居場所を教えてくれるんですか。勘違いするな。それが我らの断りになると判断した時のみ。いいか、黒清明様は。気をつけろ、みんな。やったか。何だったのあいつ。まさか黒清明の手下でしょうか。違う。おい大丈夫か。黒清明様は決して我々を襲ったりはせぬ。あれはいいか、黒清明様なら今頃お前たちのよく知る場所に。気を失ってしまったみたいですね。なんだってんだよ。大変です、清明様。都に黒清明が現れて、店員が乗っ取られちゃったの。これで最後のようだな。我が友よ、その凛々しさにますます惚れてしまったぞ。阿部の生命がうまくやったようだ。だが、ええ、都を覆うこの正気は未だ衰えていないようです。むしろ色濃くますます強くなっています。チッ、気に食わねえ。ずっと誰かに見られている感じがする。完全無視か。新しい思考に目覚めてしまいそうだよ。清明様の店員が。ひでえことになってやがる。来た来た、人間が来たよ。食べちゃえ食べちゃえ。人の庭に土足で踏み込んで好き勝手を言ってくれる。清明が本気で怒ってる。無理もないです、自慢の店員ですから。消え去れ、アッキーを。洗いたまえ、清めたまえ、救急如立。どうやらこれで全部のようだな。だがまだどこかに黒清明のやつがいるはずだ。あれは。
八尾くんに。よかった、本当に。てめえ、何の真似だ。まさか、黒生命に操られて。だったらよかったのだがな。てめえ！案ずるな。私にはもはや戦う力は残されておらぬ。お前の好きにするがいい。あらあら、困りますね。あなたにはもう少し協力的であってほしかったのですが。ヤオビクに。ごめんなさい、カグレさん。本当はこんなことをしたくないけど、でもあの方の復活のために必要なことだから。ヤオビクに、何考えてるんだか知らねえが、カグラを離しやがれ。おっと、動くとこの子の首が落ちますよ。私と違って元には戻りませんからね。カグラ、ヤオビクニ様、やめてください。一体どうしちゃったんですか。ヤオビクニ、一体どういうことだ。ごめんなさい、生命さん。私を信頼してくれたあなたの気持ち、とても嬉しかったです。生命様、琥珀には理解できないです。だってヤオビクニ様は琥珀たちの仲間じゃないですか。そう、仲間だったかもしれません。でも私にはどうしても成し遂げなければならないことがある。全ては夢のお告げ、あの方の復活のために。生命よ、我々は計られたのだ。この女、そしてあの蛇にな。いい反転の秘術、黒生命がしようとしたことは、都を丸々陰界へと転地させることですが、その儀式は失敗に終わりました。知っての通り、生命さんたちのご活躍ですが、それでよかったのです。儀式は失敗する必要がありましたから。失敗する必要があった、どういうことだ。必要だったのは、陰界と妖怪を何度も入れ替えて世界に大きな揺さぶりをかける。そう、一度都が陰界へと落ち、再び妖怪へと戻ることこそが重要だった。何度も大きく揺さぶられた世界には、無理が生じて小さな亀裂が入ります。あのお方が封じられていた陰界と妖怪、二つの世界の狭間にもまた。二つの世界の狭間？まさか。生命様、やはりそのことも忘れてしまっていますか。まさか、狭間に封じられたあのお方というのは。ご明察の通りです。それこそが神代よりこの国に存在し、あまたの者に恐れられてきた邪神、その名もヤマタノオロチさん。ヤマタノオロチだと。まさかお前は。これで全ての準備は整いました。あとは復活の儀式を行うのみ。あなたはそれを知っているはずです。手伝ってくださいますね。断ったら。大切なこの子の命が塵のように消え去ってしまいますよ。生命様、生命、私は大丈夫だから。私はあなたの魂を消し去る術を知っています。抵抗するのなら。生命、要求を飲もう。だが、
儀式は私一人では無理だ。知っていますよ。今の生命さんはただの片割れに過ぎないということも。わかっている。手を貸せばいいのだ。クロス生命、てめえ。今はこの女の言う通りにしろ。お二人とも協力的で助かります。これで復活の儀式は達成されました。さあお目覚めください、ヤマタノオロチ様。時は来たり、あまた。どれほどの時を待ちわびたことか。復活の時は来たり。琥珀は犬じゃないです、狐です。まあいいでしょう、もう目的は達成しました。てめえ、逃げられると思っているのか。あら、まだなんとかなると思ってらっしゃるみたいね。この地では少しばかり甘い顔をしすぎたかもしれませんね。長くこの世を生き続けた希代の占い師の力、その力を少しばかりお見せしましょう。あらあら、やりますね。さすがは生命さん、体がなまっていて手を抜きすぎてしまったようですね。ですが知っての通り、私は不死身なんですよ。くそ、全く答えてやがらねえ。あら、こんな程度ですか。殺しはしませんが、皆さんしばらく眠っていてもらいましょう。いや、おびくに、お前は本当に残念ですが、今度こそ遊びの時間はおしまいのようです。待て、矢を見ずに。セーメさん、私のことを気にかけてくれて嬉しかったですよ。これは本心です。もしも、いえ、何でもありません。さようなら。その日、古よりの封印は解かれ、神代の魔物が復活した。今まさに、平安の都は、終わりを告げようとしている。